わかんない、パソコンのやり方わかんないかも。どうしてカートに入れらんないの？ねえねえ、お気に入りから、あれ入れられない。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、カートに入れるが出ない。くっそー、クレジットカードの登録できてないの？やったっけ？だってパソコンでやった。なかったから。もう話しかけないで。昨日はよく眠れた？ねえ。どんだけの人が集中してんだろう。内容確認してよ早く。どういう状態か説明して。カードの名前入れろって言われて、カホって言ったらカタカナでカホッカホになっちゃう。行くよ行くよ行くよ。ギギハカカカカタカタ。やばいやばいやばい。だからはゼニガメがゲットしたいだけなんだ。あ、やばい、行けたかも。行けた行けた。わかんない、なんか。ああ、急いで急いで。ちょちょちょ、なんでこんなことしなきゃいけないんだよ。最初に中だって。行けた。勝ったー。おー。変えるんだ。僕が買ったやつみんないらない。不人気のやつだった？何買ったの？ゼニガメと、うん、カビゴンのヘアバンド。いいじゃん。やったじゃん。ちょっと注文履歴見よう。未だに信用ならないんだけど。うん。なんでちょっとにやけてんの？にやけすぎでしょ。ブルー F って書かれちゃったらわかんない。なんでゼニガメって書いてくれない？こうが買ったの合ってるよね。うん。やったね。ね、変えた。変えたね。家でダラダラしながら帰った。ギリギリまで寝て帰ったね。はぁ、今日はスマホ買いに行くんだよね。そう、今日は卵かけご飯の日だ。僕の脳がそう叫んでるわ。味噌汁は？あ、じゃあわかめ味噌とかし汁でいいや。あ、じゃあ味噌がないかも。あ、じゃあダメだ。ちょっとしたら。まあでも2個目の味噌があるわ。はい、じゃあそれで。お湯沸かしてじゃん。イエーイ、iPhone15 Pro だ。イエーイ。久しぶりに買えるね、スマートフォン。僕12からだよ。12以来で。どんだけ高いのって話だよね。あのさ、MacBook より安い、高いんだよ。どんだけいいカメラなんだろうね。買ったらすぐ撮るわ。買うのこと。そう。そう。貴重な。最初の映像がカホでいいんか？いいよ、別に。僕のフォルダはどうせカホしかないんだから、ほぼ。今日はね、カホの実家に行くんだよ。そうなんだよね。大忙しの一日なわけ。どう？緊張する？もうしないよ、さすがに。もうしない。今日は、家に入れるよ。これ今 iPhone で撮ってます。12、違いがどうなるか。こことかよく撮るからね。ご飯はなんか作るもので見栄え変わりそう。美味しそうなものにしとこうかな、ね、うん、夜食べるの。いただきます。あー、筋肉痛が。あ、寝たよ、寝たよ。うまっ。おー、綺麗そう、映像やっぱりね。立体的に見えてる。なんかな。おー。いいねー。寒そう。鳴ってる鳴ってる。ほら、音が。なんでこんな鳴ってるの？綺麗。綺麗だよ。卵かけご飯より、おお。楽しい。これがうちだ。おや、いい演出になってる。うん、いい演出。豪華な食べ物を食べに来てる感じになってるよ。かわいい、かわいい、かわいい。おはよう。それでは聞いてください。
二日酔い。マジ？すごい頭痛かった。うん。それでなんか顔がむくんでる、すごい。最近飲んでないからじゃない？二杯しか昨日飲んでないのに。うん。ってことで、朝ごはんですよ。うん。カオが大好きなたい焼きをね、うん、買ってきたから。カオが言う世界で一番美味しいたい焼き。これ以外は認められないんでしょ。すごいハードル上がってる。それを朝食に作るからね。人生で何個ぐらい食べた？いや、わからん。わかんないだろうね、そりゃ。すごいいっぱいだもん、だって。アレンジ。まずレンジでチンします。カナトースター？そうです、そうです。昨日はどうだった？それは顔が聞くくらい。昨日超楽しかった。うん、楽しかったね。お父さんもお母さんもいたんだよね。うん。だから4人でご飯食べ行ったり、そうね、買い物したり、家でゆっくりしたりして。うん。どうだった？ともや楽しかったよ。こんなさ、なんかゆっくり会うことってあんまないじゃん。初めてだったかもね。うん、初めて。楽しかったよ。よかった。もっと会いたいと思った。そうだね、遊びたいと思った。うん。どういうとこが楽しかった？じゃあ、まあ、ガホがいっぱい喋る理由が分かったかな。ガホの話を全員が聞いてくれてたよ。あ、そう。楽しそうだなって思った。ガホのうちはみんなよく喋るよね。よく喋るね。カホぐらい全員喋るじゃん。どの話を追いかけるか。そう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 。いろんな話が何個か起こってるから。どこに参加したらいいか迷う、いつも。男兄弟いないから、カホ。うん。家に男の人がいるっていうのが多分初めてっていうかさ、うん、ご飯食べた時にトモヤがどれくらい食べるかをすごい、うん、見てたじゃないけど。でも大ライス2個食べたし。それに、なんか大ライスいっちゃいっちゃえみたいな。いっぱいトモヤに食べ物が渡ってたね。ね、めっちゃ食べたよ、たぶん。あの、ちっちゃい頃の映像とか、うん、見てね。中学校の伴奏の映像とか、合唱コンのね、ドヤ顔してた。なんであのドヤ顔してたんだろう。緊張してる顔がドヤ顔なんじゃない。まあそうなのかもね。なんか目を細める感じって、なんかスンとしてる感じ、スンって感じだったね。顔赤ちゃんの時と顔変わってないじゃんって。変わってない。同じだよ今と。緊張してんだよ。笑ってる顔マジで全部一緒、同年代も。顔は天才枠だったんだね。いや、結構みんなさ、親ってさ、自分の子供天才があるじゃん。そうだね。普通なのに。カオが今の YouTube に出てくる赤ちゃんみたいな赤ちゃんだ。面白い赤ちゃんみたいな。面白い赤ちゃんだ。ショート動画にカオ流れてきそうだったもんね。ね、流れてきそうだった。よかったわ。結局夜遅くまでいたし。ね。それもよかったわ。昨日はずっといい気分だったわ。お好み焼きたい焼きな。たい焼きじゃないじゃん。知らないでしょ、と知らないよ。結構いろんなお店で出てる。味は何、ソースとかかけなくていい？ソースも前も入ってますんで。作ってるところも見れたらよかったのにね。たい焼き屋さんってさ、その場で作ってくれてるじゃん。うん。あれ見てんの好きだね。もう最近よく実家帰るから。実家帰りたくなっちゃうんでしょ。そうだよ。だって家でさ、ゴロゴロしてたらさ、ご飯が出てきたりさ、本当に最高だよね。掃除もしなくていいしさ、まあそれは手伝わなきゃだけど、でもしなくてもいいしさ、ね、車があるからどこにでも行けるしさ。ね、車欲しくなっちゃうよね。車欲しくなっちゃう。はい、完成。はい、いただきます。いただきます。どっち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 、こっちだ。派手な方なんだから。太ってるね、こっちの方が。太ってるよ。うまっ。めっちゃうまい。うまいっしょ。もっと奥まで進んだらもっとうまいからね。うまっ。だから言ったじゃないですか。だってお父さんも食べな食べな言ってた。うん、
マヨネーズ味がうまい。うん、ソース足してもうまいよ。うめえ。見てしよう。うん、こんなにバクバク食べるたい焼き初めて。酸っぱいたい焼き食べたことなかった。うまっ。超うまいやん。でしょ。ねえ、うまっ。超うまい。疑ってたでしょ、トモヤ。治るし。今度はね、トモヤもケーキ屋さんに連れて行きたいんだ。これがうまかったからケーキ屋さんも信用できる。そうだよ。美味しい焼肉にも連れて行けたから。うん。あのバイト先もトモヤに昨日見せれたから。別にバイト先は良かったんだけどね。全然トモヤ見なくていい言うのに、母が連れてって。あと母も自慢ないの。地元自慢。うん、地元自慢なんだろう。焼肉もこれも。うん、だからケーキ屋さんでしょ。うん、僕はないよ一つの山しか。そうか、ここでよく遊んでたんだよっていう公園と自転車でわざわざ遠いのに行ってた図書館と友達のお母さんが働いてたパン屋さん、うん、あー聞いたことあるな。うまっ、もっと食べたかった。うまいだろ、うまいだろ。来ました。届いたね、無事。早く来たね、ずいぶんね。もっとかかると思う。すぐだったね。間違えてないですか？急いでたからね。失敗です。ファイヤー、うわー。はい、みんなのゴーン。おー、間違えてません。間違えてない。すげえ進化したな、これから。すごい良さそうな生地。出してみよう。うん、ピケファイヤー。最近覚えたから。友やつまぐらしてきた。じゃーん、結構白だな。なんかもうちょい水色かと思ってた。ほんとだね。かわいいゼニガネ。おお、生地がすごい。すごい熱い。もちもちだ。ちょっと。チェーンジ。来る。うん。ゆる。ゆるゆるだよ。どう。おお、いいじゃん。気持ちよさそう。いいねー。やったねー。すげえいいじゃん。結構ゆるくて、うん、頭なんかギュッてされない系だ。あ、じゃあずっとつけてれる系だ。確かに言われてみれば別にあんなきつくなくていいもんね、うん、ヘアバンド。いい。いいじゃん。なんか、分厚いヘアバンド。私の冬はこういうフォルムで。いいじゃん。来ますんで。よかったね、変えて。変えました。あえてのゼニガメっていうのはいいよね。一番可愛いと思って。うん、じゃあいいじゃん、よかったね。やったー。